く。山川正雄。昔、一人の女がいた。女は御所に勤め、幼い頃からその御所の奥深くに住み、中宮の御身の周りの細々とした雑用を果たすのが役目だった。中宮と主上との女家は大変円満で、毎日は時の刻みのように着実に平和に過ぎ、その間、女もまた中宮に表裏なくまめまめしく仕えたので、中宮は女に一部屋を下さるまでになった。いつの間にか、女の年齢は二十歳を大幅に超えてしまっていた。ある春の一日、御所で花見の宴が催された。女は近隣に招かれた大臣たちの警護の武士の一団に趣向を進めていた。若い武士たちは烏帽子に狩り絹をつけ、毛抜き型の反りを打った太刀をそばに置いて、おそらく初めて見るのだろう、近隣の、それも裏庭からの眺めに、物珍しげな目を散らしていた。乾臭い武具の匂いのする若者たちであった。みやびな公卿たちに慣れた宮中の女どもには、彼らは眉を潜めさせるような荒々しい粗野な男たちに思えた。年若い女どもは近づくのさえ怖がっているのがありありと見て取れたが、その中で女は先に立って酌をして回っていた。女の物腰の落ち着きに気をくじかれてか、男たちは彼女にだけは卑猥な冗談を投げかけることもせず、女もまた毎年のそのような彼らからの反応、あるいは反応のなさには、すっかり慣れてしまっていた。女が一人のまだ若い武士の杯に酒をついでやった時のことであった。その杯に一ひらの桜の花びらが落ちて浮いた。美しい。と武士は言った。まるであなたの頬が杯に浮いたようだ。まだどこかに幼顔の残った少年のような武士であった。武士はそして女をちらりと見て、恥ずかしげにまつげを伏せ、花びらごと酒をぐいと喉に流し込んだ。女の胸に生まれて初めての熱い痛みが走ったのはその刹那だった。女はごくごくと音を立てて大杯の酒を煽る若い武士のたくましい喉の動きを呆然と見つめながら、まるであっという間に自分が彼の喉を通り、彼の中に飲み込まれてしまったような激しい惑乱を覚えた。その一瞬、女はいわば若い武士の中にすっぽりと包み込まれてしまったのだ。途端に身内が熱くほてり始め、女は空になった武士の杯を満たしてやるのも忘れて、全身がわななくように震えた。少年のような若い武士は、目元をぽーっと赤く染めて、怒ったような顔で杯の底を見ていた。そうして、女は初めての恋に落ちた。恋が身を刺すような一つの痛みであり、その痛みとともに息づく幸せであり、ぼんやりとしたままでの充実に導く胸塞ぐおののきであり、何の理屈もない、ただその人のそばにいたいと願う、馬鹿げた、しかしとどめようのない火であるのを、女は生まれて初めて知った。眠られぬ夜が続いた。女は、すべてのお勤めに手がつかなかった。武士を思い出すことはいらなかった。杯に目を落として美しいとつぶやくように言った時のまだ若い武士の姿。恥じたように目を伏せたその横顔が
まぶたの裏に鮮明に張り付き、それはひとときも消えることがなかった。武士は、多分まだ二十歳にならず、官位もない、ただの従者の一人に違いなかった。彼の烏帽子には縁もなく、矢車の追いかけもついてはいず。彼は、粗末な布地、荒染めの狩衣に、花だ色の短い袴を履き、ただサメ革を張った束に、毛抜きの飾りのついた蒔絵作りの太刀、馬に乗るための鞄と締め尾のついた鹿の靴だけが、彼を公家武官の一人として、雑色、下男どもと区別していた。まだ少年の面影をとどめていた頬、ちらと見せた真っ白な草食獣のような歯。女にとり、その姿は日増しに鮮明さの度を加えて、ちらりとでも自分の中に住んでいるその彼に目をやるたび、女の全身には炎が燃え、熱い火が揺らめくのだ。女は、放心した表情を見せることが多くなった。中宮が、かつて見せたこともない女のその異常に気づかれないはずはなかった。衆生もお言葉を添えられ、気鬱ならば少し引きこもって養生せよと仰せられた。女はありがたくそのお言葉を受け、与えられた一室に引きこもった。とはいえ、いくら考えても、当時の風習として、一旦中宮のおそばにお仕えした身が、官位もなく、ただの雑色と大して変わりのない一介の武士に嫁ぐことは許される道理がなかった。また、たとえ御所内の雑色を手なずけ、彼に踏み使いを頼んだにせよ、あの若い武士のような無為無感の男を御所に忍び込ませることなどは絶対にできない。せっかくのお心遣いで部屋に引きこもったのだったが、何もせず思いを凝らすことは、女の身の内の炎に油を注ぎ、いよいよ妄想を募らせ、太らせることにしかならなかった。そして、あることを女は思いついた。女は中宮に、木彫り職人に頼みたいことがあると申し出て、そのご許可を得た。中宮は、気鬱三時に女が人形とでも遊んでみる気を起こしたのだとお考えになられた。ご想像は当たっていた。確かに、女は人形を欲しいと思ったのだ。が、その人形は中宮のお考えのような小さな、いわゆる女子供のもてあそぶそれではなかった。女が木彫り職人に頼んだのは、等身大のあの若者の姿に似せた木の彫刻であった。秋に入ろうとする頃、ようやく木彫り職人の苦心の作は女の部屋に運び込まれた。荒染めの狩り絹、花だ色の袴、毛抜き型の太刀、鹿の靴、それに縁のついていない烏帽子などは、すでに女が手を回して部屋に揃えていた。女はまず、生命のない生木の彫像に、いかにそれらを聖あるもののごとく巧みに着せかけるかに専心した。女はやがて、職人から数種ののみを借り受け、彫像に手を加え始めた。あの若者の姿は、目をつぶれば立ちどころに浮かんでくる。まぶたの裏に焼きついているその彼を視細に追い、女は懸命に人形を若者に似せることに没頭した。終日、窓の外に吊るされた恥と身を引き上げることもない日々が続いた。わずかな灯油の光を頼りに、女は全身全霊を打ち込み、寝食も忘れて、あの武士を人形によって再現するため、身も細るような努力を繰り返した。時々彼女の独り言にその人形がうなずいたり、
あの時の若者の声で答えたりするような気がすることもあった。その努力は楽しかった。やっと人形が完成したのは、ちょうど中秋の名月の夜であった。人形は普通の人形とは違って、顔などもあの若い武士と寸分たがわず、色艶から毛穴まで丹念に生々しく模写され、耳や鼻の穴、口の中、真っ白い歯の数からその輝きまで、そっくりそのままの出来であった。女にあの一言をつぶやいた時のように、目元もぽっと赤く、ほんのり紅をはかれ、怒ったような眼差しが、伏し目がちに、高麗縁の畳の目を見つめている。女はほっと呼吸をついて、飽きもせず、うっとりとその人形を眺めやった。我知らず女の口から言葉がほとばしった。そなたが恋しい。そなたは、あの一言とともに、私をそなたの中に飲み込み、私をそなただけのものにしてしまった。私を、そなたの熱い若々しい血潮と肉の中に、強引に閉じ込めてしまった。私はそなたが恋しい。この胸の内を、この火を、そなたは知らぬと言われるのか。女が久しぶりに恥富の板戸を掲げたのは、自らのあまりの息苦しさからであった。が、すると驚くほど明るい満月の光がなだれいって、部屋の奥の薄暗い基調とともに、人形に青白い光を浴びせかけた。月光に照らし出された烏帽子に仮絹をつけた人形。それは、孫を刀なき、本物の若い武士の姿だった。思わず女はにじり寄って、喘ぎながら人形をかき抱いた。顔を上げて、まじまじとその人形の顔を眺めた。その時、不意に女の背に氷を当てたようなおかんが滑り落ちた。女は叫び、夢中で人形を突き放した。人形は重い生木の音を立てて床に倒れた。女は顔を引きつらせて、倒れたままびくとも動かない人形、その表情のない顔をもう一度まじまじと見つめた。女に来ていたのは恐怖だった。生身をそのままに映し再現している人形。動かない人形。確かに、恋人とこの人形とは心のあるのとないのとの違いだけだったが、それは生きているものと死者との違いだった。女は再びそうけ立つような嘘寒いおぞましさが、全身を走り抜けるのを覚えた。身を固くしたまま、女は自分から急激に一つの熱狂が失われてゆくのを感じた。懸命に慈しみの若者に似せることに熱中し、事実それに成功したというのに、今は見れば見るほど、その似ていること自体が浅ましく、自分をおぞけ立たせるのだ。女は、その人形に今は偽物の恋人というより、その恋人への自分の執念の薄汚さ、不潔な汗と赤にまみれた自分のその妄執の悲しさだけを見ていた。そして、そのおぞましさへの嫌悪と一緒に、女は、さしものあの若者への自分の恋までもが、急に跡形もなく消え、冷め果ててゆくのが分かった。まるで夢から覚めたように。もうその人形をそばに置いておくのも嫌であった。女は、基調の上から、やにわに一番大きなのみを取ると、
人形の頭に突き立て、内気の袖を振って根限りの力でそれを打った。人形はたちまち二つに割れ、水の底のような月光の満ちた部屋の中で、破壊され、すでに亡骸と化した女の恋そのままの姿に、生木の白い裂け目をあらわにして転げた。女がようやく恋を忘れ、そろそろ健康も回復してきた頃、御所には恒例の菊見の季節が来た。例年と同じように、女は甲斐しく立ち働き、若い女どもの指図をして、また金利へと招かれた大臣たちの警護の武士の一団の趣向の世話をしていた。大きな酒の亀を持って、川具臭い武士たちの間で杯を満たして回りながら、ふと女は、春のあの若い武士が、彼女が身も細るほどの思いで懸命にその人形を作った当の武士が、静かに杯を含んでいるのを見た。女は、すっかり彼のことを忘れていたのに気づいた。今日の宴に来ないだろうかとすら考えてはいなかったのだ。彼の発見は、女には意外といえば意外、思いがけぬことだったには違いなかった。しかし、不思議と女には何の動揺もなかった。若い武士は、もはや女の心にさざ波一つ立てず、恐怖も嫌悪も湧かなかった。ただ女の胸に訪れてきたのは、春からの、あの恋に心をわななかせ続けた日々、人形作りに没頭して過ごした自分の経てきた毎日への、何とも言えない不愉快な重苦しさ。途方もなく長い距離を歩いてしまった後のような、気だるく漠然とした疲労の奇妙にうつろなその広がりでしかなかった。女は若い武士に近寄り、酒をついでやった。今度は花びらも散らず、武士も何も言わなかった。案外、彼は翌年一月の、官位を得るための登用試験のことで頭がいっぱいなのかもしれない。やはり怒ったような顔で目を落としていた。そこからも、御所の雑式たちが丹精して作り上げた見事な一文字作りの大輪の菊の花の群れが眺められた。逆亀を持ち、頬を移して、その波打つような大白の色彩に目を注ぎながら、女は今年ほどその菊の花に、春からの一つの季節の推移というものを、重く手応えのあるものとして感じたことは、なかったような気がした。山川正夫作菊。お相手は村上陽でした。ではまた。